はい、いい今回も速軸でテーマをお届けしたいと思います、えー、前回ですね、まあ、バズらせるという趣向無限 SEO というねそんな動画を送っていただいたんですけども私これの最たるものがね謝罪会見だと思うんですよ人っていうのはね何かね人が謝るのが好きなんですよ 謝ってシュンとして「申し訳ありませんでした」って繰り返し繰り返し言う姿を見てねなんかスッとするんですよまるで自分が優位に立ったかのようにあこの人は失敗したんだな自分はパッとしない人生かもしれないけどもでも人に謝るようなねそんなあ失敗はしてないぞというふうに安心するんですよね、えー、まあそのなんかこう心理状態があるそうなんですよ本当かどうか知らないですよでもそれは結構うなずけるなっていうのがとりあえず謝罪会見すればなんか落ち着くんですよ、うん あのまあもちろんね謝って済むことばかりじゃないと思いますよで謝るってことってのは非常に大事なことだと思うんでその行為自体を卑下してるわけでではないですただ何かっていうと頭を下げて沈、えー、静化させようとするのもうーん,なんかね行き過ぎたらどうなのかなと思うんですよこれなぜ私がこういうこと言うかっていうとうんとあのねなんかその2チャンネルの西村宏之さんがあるエピソードでこんなこと言ったんですよ なんかね謝罪を求められたんですよね。もう謝れ謝れっていう風なな波が来てひろゆきさんがこう言うんですよ。あわ分かりましたと。形だけ私がすいませんでしたっていう風に謝ることを見たいんだったら私何回でもしますよ。でもそこに心がこもってるかどうかっていう風にどうやって見分けるんですかと。<laughs> でそれは誰がそういう風に思うんですかっていうことをね聞くんですよ。まあ、なんともね人を食ったような表現だっていう風に多くの人は思って鼻じるむわけですけどもでも確かにそうなんですよ。 あのこれ開示でもあるんですけどもあのなんか借金をした人がね借金を返せないからそのお金を貸した人のところに土下座に行くんですよ「すいませんでした返せませんすいません」みたいな。うん、でその時にお金を貸した人が言うんですよ。借りる時は自分のことを神様みたいに言ってで返す段になったらね約束を守らずに守らなかったことをお金1円にもならないのに頭をこうやって下げることによってね金を払わずに済まそうとするその根性がね気に入らないと。 で、えー、許さん許さんって言い続けると今度は謝ってる人が「ここまで謝ってるのになんて非情なやつなんだこいつは」って言うに腹の中では恨み始めるでしょって、うん、人の本性なんてそんなもんだって謝ったからといって許さなければ今度は謝ってる人が怒り出すというね、うん、謝ったら許されるっていう前提に立ってるからなんじゃないかなっていうふうにそういうふうにそれは解釈しできるんですよね。 でもちろん繰り返しますけども、謝ることって非常に大事です。自分の気持ちを素直に伝えてね、それから誠実に自分のやってしまったこととかできなかったことを伝えていくと。それは一種、その屈辱っていうものを引き換えにして、えー、もう敗北宣言をするんですよね。あなたには叶いませんでしたと。で、えー、一応ね、熱を冷ましていただくということもあります。それはは人ののの心理をこうコントロールするるに謝るっていうのは 悪い方法ではないと思うんですよ。戦略的に用いれば、本当にやらしいことですけども。謝るってことによって、収まることは結構あるでしょう。でも、そこにですね。心が伴っているのか、伴っていないのか。場を収めるだけため、場を収めるためだけに。仕方なく。頭を下げて。奥歯を噛み締めて。屈辱に耐えるっていうね。え、それはある一種美しいんですけども。でも。謝る気持ちがないとも取れるんですよ。うん、頭を下げることに。 こう自分のプライドを捧げたとかね奥歯をかみしめて耐えるとかっていうのはそれ謝るつもりないやんみたいな私思うんですよね謝るつもりがあるんだったらもう全ての心を差し出してみたいなところで悔しくもなんともないはずなんですよ申し訳ないなーっていう気持ちで頭が下がるんですけども頭を下げてくそこんなやつに頭を下げるなんてみたいなねうわー謝る瞬間来たかみたいなねうんなんか頭を下げるってこんなに 敗北感があるんだみたいに感じるってことはそれなんか謝罪の気持ち入ってないんやかなと思っちゃったりするんですよね。まあ、そういうのも込みで、あのーまあ、今回ね、あのー、宮迫さんが謝ったところを見て私はすごい心がこもってるなと私は思いましたよ。私は思いましたし何もないんでそこからちょっと話題離れさせていただいて演技として謝るっていうそんなマーケティングもあるんだなっていうふうにね考えた時にじゃあ謝るって何なんだよとかね気持ちを表現するって何なんだよと思うわけですよ。要するに その表現が本当なのかどうかっていうのはその表現を受け取った人が決めるってことなんですよ。さあここからね動画のまとめに入ります。速可塾の動画のまとめですよこれは。皆さんが動画発信をすることを躊躇している方いると思います。自分の言いたいことを言わない方いると思います。ね。どうなんですかねこれはね。うん。なんかうん表現することっていうのはそんなに悪いことなのかなと思うんですよ。で自分がこんな表現は質が悪いんじゃないかなとか内容が伴ってないんじゃないかなと。 叩かれるんじゃないかなっていう風に計算するとしたらすごく卑怯な考え方でもあるんですよで私たちは三流であり素人であり、えー、何も分かってない、うん、バカなわけですよ自己否定論ですよね自分はもうば何も分かってないバカなんでプロでもなんでもないんでこの程度の表現しかできないんですすいませんっていう風うにもうどん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 出していけばいいと思うのになぜかですねいや自分のレベルだったらこのぐらいのものを作らないと表現できないですよみたいに自己評価高いんですよ 自己肯定感強いんですよいいものじゃないとアップロードしたくないとかいいものじゃないと喋りたくないとか人に叩かれないものを出したいって人は自己評価高いんですよむちゃくちゃナルシストなんですよね、まあ、こういうことをやってる限り心でナルシストをしてても客観的には、まあ、目立たない人何あの人、ね、特徴のない人ってなって目立たずに終わっていくということになります当然お金も集まりませんですからね恥をかくことを前提に自分なんて ね、私たちは生きていても人に迷惑もかけるし恥もか,けかくわけですよ、ねうん。そんなしょうもない存在だっていうところに立てば素直にいろんなことが表現できていて間違えたらその時には「あ間違いに気づかしてくれてありがとう」という気持ちとともに迷惑かけましたということで心から「私はもうどんな人間でもないですからそれはもうすいませんでした心から謝りますと」とそんなねかながり捨てるようなプライドも持ってませんと <laughs> 悔しさも何もないですよだってもともとこっちが下ですからみたいなね そんな気持ちでやっていけるんじゃないかなと思いますよね。えー、そうなんですよ。だから自己評価を、うん、あまり高くしない方がいいかなと思います。低い方がやりやすいですよ。うん。そんな感じですよね。はい。では今回は以上です。